今回のカーマニアは柴田さんです。柴田さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ早速紹介してください。はい、はい、日産の、うん、スカイライン、ER34 ですね。これは噂のあれですよね、ワイルドスピードの。そうですね、映画の。うわー、ポールウォーカーです。ポールウォーカー、うん、ね、ワイスピが好きなの。ワイスピも好きですね。ポールウォーカーが好きなの。ポールウォーカーも好きですね。なくなっちゃったからね。そうですね、まあ、そういうオマージュもね、はい、きっとあると思うんですけども。柴田さんかっこいいね。いや、そんなことはない。もともとその34GTR がもう好きだったんですけど、うん、やっぱちょっと買えなくて、うん、当時高くて買えないですよね、GTR って。これは34でも、34でもグレードが低いというか、うん、まあ、ちょっとお安めの方に、まあ、十分です。はい、はい、でちょっと GTR に寄せつつ、うん、そのワイルドスピードも好きだから、うん、あの GTR の顔に、うん、エアロは映画とは違うんですけど、うん、そのこういった感じのグラフィックというか、うん、ホイールは、ニスモの LMGT4 で、うん、はい、これはずっと納車してからずっとついてたもので、うん、変えたいんですけど、うん、ちょっと、うん、なかなか一回ホイール買ったんですよ、うん、でちょっとバカだからあのオフセットをミスっちゃって、ね、うん、で結局買ったけど合わない。合わなくて。誰がバカだったの？あ、自分がバカで。はい、柴田さん、バカなの？これ結構バカ。普通は、オフセットを調べてから、うん、ああそう、オフセットに合わせたホイールを買う。うん。格好だけで買ったの。いや、あ、いけるだろうなって思って。これバカなんですか？バカに近いから、ね、近いね。そうですね。さあ、そしてちょっと後ろね、内装はちょっと後でゆっくり見てもらいますけど、だけどどっからどう見ても 34GTR ですよ、これ。そうですよね、はい、あそこにもあの赤にしてますもんね。あれは多分もともとスカイラインも、はい、赤なんですか。どっからどう見ても 34GTR、うん、でこれも最初からこれはつけたんですか。これはつけました。もうどうしてもこのウイングが良くて、うん、これは買いました、ね、こういうのっていくらぐらいするんですか。定価で20万フルカーボンなんで、車買ったよりこっちから最初に買ってたんで、うん、どうしてもこのウィングが良くて、車体買うより最初に。さあ、そしてちょっとね、先ほど土屋さんが言ったですね、中見てもらいたいんですけど、これですね、土屋さん、ね、普通女の子の背中ですよ。何これ、何これ、何ですかこれ。なんでこんなになっちゃったの。これは、うん、内装だけでもちょっとその映画風にしたくて、うん、彼女はこの上にまたいで乗ってんの。いや、あの後ろの席座って、うん、これって何使ってんの。使ってないの。それは今は置物状態です。いずれあの繋いで、あの宇宙まで。使ってないよね。宇宙まで行くの。宇宙まで行く。宇宙。ここが大事なの。大事なの。ニトロ3本積んでるぞっていう感じ。これは？それは消火器ですね。あ、消火器か。はい、をなんかちっちゃいニトロ風にしてつけてる、うんうん、で、ここのこれはそれは映画と一緒。映画と一緒で、自作で、まあ、一緒っていうか風ですね、うん、あ、動いてない。あれは動いてます。動いてない、はい、おお。これニトロのこういうのって、うん、どこで買うの。売ってるんですか。多分海外から取り寄せたんだと思うんですけど、ショップで取り扱ってるの、ニトロは。これは何のため。それもあのもともとニトロ持ってた人から、うん、これも一緒にって言われて、土台も一緒にいただいたって感じ。これつけて、はい、誰が喜ぶの。自分が、自分だよね。ですね、はい、これだ、その方が誰も喜ばないよね。まあそうですね。面白いな、柴田さん、最高だよ。まず、ごめんなさい、柴田さん、お仕事何してるの。船に乗ってます。海上クレーンって言って。え、海上クレーンって何ですか。なんか海上、なんか移動、船にクレーンが乗ってて、うんうん、陸のクレーンが届かないような場所を、うん、あの 船で行って、その船で荷物を下ろしたりとか。それの何をやってんの。それの、合図っていうか、船を合図する人がいるんですけど、うん、それの見習いというか、うん、まだ入って1年ぐらいなんで。なんか面白い仕事だね。そうですね、結構ね、かっこいいね。彼女いんの。あ、ちょっと乗り降りしてよ。いつもどうやって乗ってんのか、ちょっとやってみてよ。どうやって乗るのこれ、ね、うん、その上にまたいで乗ったことはないの。まったいで乗らない。あ、そう。え、どうやってんの。うん、うん、それで嬉しいの。
ね。あ、なるほど。でも中でキスとかできないよね。そうですね。してる？いや、してないですね。あの目立つんで。目立つよなこれ。あこさんはこれ除外してくれって言わないの？いいの？なんかドライブ行ってもドライブ行った気分じゃないよね。ねえ。これなんでこの男と付き合うようになったの？本当だよ。まあ、私もちょっと車に興味があって。車に興味があるけど、こんな乗り方する男とは思わない。いや、でもさ、何がきっかけだったの？いや、何ですかね。俺に聞かれても困るんだけど。いや、でもこれあれですか、どのぐらいで購入して、うん、全部金額、うん、総額、まあ、1000万って言いたいんですけど、多分200万かかってないんですよ。200万以下で抑えてる。ベースが GTR じゃないから。ベースはいくらしてる、この車自体。ベースが、60万で、うん、60万円で買えるの？5年前ぐらいに。今は買えないよね。今無理、ね、今300万とか。あ、全然する。60万円で買って、で改造するのに150万円ぐらいかかってる。そうですね。へー。結構周りに助けられながら。これあれですか、どこ、これ乗って、はい、どこで店に行くの？あ、やっぱもう大黒 PA とかですか、ね。ああ、大黒集まる。あ、そう。で、これ行くとみんななんて言うの？おーって。おーぐらいですかね。言われる？はい、結構あの海外の人に、海外の人に結構評判よ。いいよね。はい、サインとかすんの？あ、自分がですか、うん、いや、そんなもん。全然です。で、その時一緒に乗ってるんでしょ？なんかめっちゃ気まずいです、ね。めっちゃいっぱい来るんですよ、こうカメラ持って。ああ、もうなんか。なんで、うれしいじゃない。いやいや、今日後ろに乗ってるだけなんで、めちゃめちゃなんか知らんと思ってこっかし。いや、だけどさ。どうですか？こんなさ、ニトロ積んでたらみんな見えるよね。いや、見せるの、ニトロ。ニトロもそうですね。ここで大黒で行ったら、はい、こうやって開けとくんでしょうか。いや、そこまではしないんですけど、あのこうしといたら、でここでこうやってね、こうしとくと、うん、ホース繋がってないから。いや、そうなんですよ。だからドアは絶対開けない。開けちゃう。だホースを繋いだふりすればいいじゃん。もう思ったんですけどね。思ったでしょ。はい、うん、どうしようってなっても、一応こう繋げとけばいい、3本。そうですね。そうだよね。ね、なんかなんちゃって。そうそう、それで足元にこう1本出しておけば、うん、すげえこいつニトロ使ってるって思われるじゃん。確かに。それやろうよ。やろうよ。あの、多分そういうのってあのどこでも売ってるからね。ホースは、うん、ね、メッシュのホース、メッシュのホースで行きましょう。ああ、それやろうよ。やりたいですね。あ、ね、いずれこれのゴールはそのちゃんとつないで、うん、映画で登場シーンでプシューって出すシーンがあるんですよ。うん、それをやりたいんですけど、うん、ちょっとなかなかまだ進めずって感じ。まあそんなにお金かけられないし ね、 そうですよね。クレーンやってんだもんね。クレーン結構、クレーンもいいですよ。ということはさ、クレーンゲームうまいの？あ、めっちゃ好きです、クレーンゲーム。マジで好きです。ね、そんな感じだよね。クレーンゲーム好きですね。トレーナー結構コツがあるの？クレーン、コツ、もう YouTube とか見て勉強して、うん、で実践しに行くみたいな。すごい好きですよ、キャッチャー。それはどこで知り合ったの？友達の友達ですか。かっこいいよね。かっこいい、男前じゃん。父屋さん。うん。ラッキー。あー、こういうの乗ってるとなんか気分がね、もうそうですね、なるでしょ。はい、うん、夜走ってる時はもうブライアンですね。ブライアンっていうね、もう気持ちはブライアン。ブレーンでね、一人でね、乗ってても ね、 ね、これからの夢は。夢ですか？うん、夢？うん、車の夢。あ、車の夢ですか？うん、車の夢は、うん、この外観飽きたら、うん、そのシーウエスト映画と同じ、うん、まんま一緒のフルエアロつける。あー、オーバーフェンダーって感じです。つける？はい。うーん、夢がある。夢ですね。ね、いいね。そうですね、夢がある。いいね。またね、新たにね、カスタムした方来てください。そうそう、いやー、もうぜひお願いします。ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。